れ、オランピア様がまたいらっしゃる。やはり何かあるのね。今までは舞台の時しかお見かけしなかったのに、まさかまた太陽が消えたりはしないだろうな。不吉なことを言うな。もう元通りになったじゃないか。真っ白い子よ、なんて不気味な。昨日も確かここにいらっしゃいましたよね。ここで何か起きるのですか？ですか。安心しました。そうですね、あれは確かに何事かと思いました。でもおかげで、あの時のオランピア様はいつにも増して神々しく見えました。
本当に日の女神様のよう。すみません、今のは忘れてください。俺のようなものが失礼でしたね。これからも舞台を楽しみにしています。それでは。こんにちは。いかがですか？婿探しは順調ですか？相手の求婚かもよ。あなたをそう名付けたのは、ドーマ殿と伺いました。意味を知っていますか？古い物語に出てくる名ですね。ある男が窓辺に佇む美しい少女に恋をした。男が歌を読み聞かせると、彼女は黙って耳を傾けた。男が踊りに誘うと、よろめきながらもずっと初々しく寄り添ってくれた。求愛の指輪を渡そうとして、ついに男は知ってしまう。恋焦がれた相手が、物言わぬ、心を持たぬ冷たい人形だったことに。彼女を愛しすぎた男の心は壊れてしまい、最後には塔から落ちて死んでしまう。そんな忌まわしい名をなぜあなたに？
白夜。それがあなたの誠の名でしょう。大事にしなさい。私の仕事を忘れですか。あなたの戸籍上の名前も当然把握しています。例えば、何かやましいことでも。知ることができた。よく喋るし、じっとしていないし、俺のことは物おじせずに睨むし、読みでもいきなり愛されてしまうし、波は求めし者へ。白夜。どうかあなたのその目でこの天狗島を見てください。さまざまなことを知ってください。そしてあなたならこの世界の何を変え、何を残しますか。
こんにちは、オランピア様。オランピア様、これからまた湯屋ですか？逃げないでください。僕はあなた様に危害を加えようとは思っていませんから。僕は罪を犯してこの闇に落とされました。もう二度と上には戻れない。顔にもこんな醜い印を入れられて、
んなところで暮らすならもう死んだ方がいい。賞が増えればあなたも喜んでくれますよね。すればいいですか。だって僕はもう死んだも同然なんですよ。だから助けてください。僕を賞にしてください。こんな読みからもう消してください。この世界から消えたいのなら消してあげましょうか。まさか、あの男を生きたまま消すつもりなのか。冗談だろ。僕は冗談を好みません。なぜ逃げようとするんですか。さっきは消してほしいと哀願していたくせに。助け。この読みから逃げ出したいんでしょう。この世界から消えたいんでしょう。自ら生を放棄したいんでしょう。もう未来を望みはしないんでしょう。この世界に価値などないとお前はそう判断したんだろう。だからこの僕が願いを叶えてやろう。この場で今すぐ。助けてくれ、助け。もう二度とあんなこと言わないから。そうですね、その方がいい。あなたのような者の魂では彼女の舞台と体位を汚れるだけですから。
おい、お前たち何を騒いでいるんだ。まずい、軍の警ら隊が来たぞ。逃げても無駄だ。全員そこにおとなしく並べ。騒ぎを起こしたのは貴様だな。確か新しい弔い屋だったな。名は何という？ヒムか。ヒムか。いくらお前の立場でも許可のない罰を行えば死罪だと知らないのか。死罪のことは今初めて知りました。申し訳ありません。初めて知っただと。この役目に就く者は必ず説明を受けるはずだ。前任の方が急死したので、いろいろと引き継ぎが慌ただしかったんです。では、金輪際あのような軽率な振る舞いはしないと。今この場で誓え。覚えておきます。誓え。無駄です。彼女にまた危険が迫ったら同じことをしますから。貴様、彼女は大事な存在でしょ。あんな男よりもずっと。それはただのへりくさ。違いますよ、真実です。彼女は何者にも汚されてはならない。あなたはこの天宮島の人間なのに、そんな簡単なこともわからないんですか。お前に反省の色が全くないことだけはわかった。オランピア殿、あなたがこのような場所を歩いているから騒ぎが起きるのです。ドーマ殿の屋敷までお送りします。それともここがどこかご存じないのですか。でしたらご説明しましょう。ここは黄泉。犯罪者や醜い色の者たちが集う場所です。あなたのような方がいるべき場所ではありません。
聖の陸。堅物で融通の効かない軍人はこの黄泉に似合わない。もう帰れ。彼女は恋人の俺が責任を持って送る。恋人、その酷の男も、まさかあなたは色相のこともご存じない。そのような仮想の男と慣れ合っても吐くが汚れます。あんたは出るな。とにかくお戻りいただきます。我々軍部もオランピアの警護に努めることになりました。これ以上この地であなたを危険な目に遭わせるわけにはまいりません。でもな、誰がどう見たって拉致しようとしてるのは軍部だと思うんだ。こちらへ、オランピア殿。速やかに屋敷へお戻りください。オランピアの身に何かあったら、私も罰を受けます。罰を受けるからなのか。あなたを守りたいから、くらいお世辞でも言えよ。断りの黒、口を慎め。お前が出しゃばらなくても、この子の保護者が監視の目を光らせてるさ。
かばってくれてどうもな。俺への確かな愛を感じたよ。でもこれで分かったろ、上の奴らの読みでの態度は。そうも言ってられないだろ。さっきのはこの黄泉のゲーラ隊でな。ほら、クナドの関所と同じ管轄。黄泉の奴らが上に出てこないように、何かしでかさないように、ああして見張ってるってわけだ。だからな。あれ、もしかして俺たちコクが色相何か教わってないのか。僕はあだしきって呼ばれててな、無地よりもさらに下の扱いなんだ。闇の色、日のささぬ世界の色だから不吉らしい。俺を責めないでくれ。誰もコクのことは話したがらないしな。赤座は俺に気を使ったんだろう。もし俺に同情してるのなら不要だぞ。そんな顔してると男が寄ってこないから笑ってろ。赤座の判断が正解だったのかは正直悩むところなんだ。自分で好きな男を探せってのは良心的だ、非常に。この天狗島の婚姻の仕組みから考えれば奇跡的な幸運だ。でもあんたが外に出ればやっぱり揉め事は起きるだろうな。おそらくこれからも。いろいろ不安はある。貴重な白を拉致して
無理やり嫁にしようとかさ。そうだな、表立ってあんたに危害を加える愚か者はいないだろう。さっきのような輩はともかく。だが本当の悪人は善人の仮面をかぶっているものだ。もし知り合いでも君を騙そうとする者がいるかもしれないから注意して。俺とヨスガはこの読み育ちだからな。まずは人を疑うようにできてる。そんな悪人顔である王の道馬殿が希少な箔をそばに置く理由は何か。遠慮島に生まれた箔の女は日の女神アマテラスに祈りを捧げ闇を払うことができるらしい。マレビとドーマはそんな不思議な力を持つハクの協力を得てヒルコにとって代わりこの島を掌握しようとしているのではないか。もしくは美しく育った箔は妻のいないドーマのネアの相手。一体どちらか、それとも両方か。この二つが
島で密かに人気の噂だ。あなたの心身の潔白は信じる。話してくれて嬉しいよ。オランピアが噂通りドーマ殿の傀儡だった。あまりお近づきになりたくない。俺は上の奴らなんてみんな嫌いだよ。なんたって国だから。僕の男も、まさかあなたは色相のこともご存じない。誰だ？あの、さっきは驚かせてしまって、ごめんなさい。していませんでしたよね。こんにちは。
めまして。次は、そうだ、名前、僕の名前はヒムカです。ありがとうございます。人と喋ったことがないので。でもあなたに対して悪意はないです。絶対にないです。これっぽっちも。あなたを傷つけたり、怪我したりしません。アマテラス様に誓って。そんなやつだったんだな。物騒ですか？さっきのことですか？いきなり誰かを消すなんて穏やかじゃないだろう。でも大切なオランピアではありませんか？どうか悪い奴には気をつけて。
何かあったら、僕が速やかに消してあげます。あなたはこの世界で、最も大切な女性なのですから。僕は罰が使います。それが僕の仕事です。あなたのために。地上の者たちとこの黄泉の者たちでは弔い方が違います。上では弔いの儀式が盛大に行われたりしますが、この黄泉ではそのようなものはありません。死人が出ると僕が呼ばれます。そこで速やかに魂を花向けるのです。言う者もいますし、言わない者もいます。でも、僕はこの言葉が気に入っているので使います。花向けというのは、旅立ちへの祝いから来ています。眠りについた魂が、健やかであるように。そして、ヒルコ様への祝福も込めて。大丈夫です。罰は決して恐ろしいものではありませんよ。この世の全ての色を祝福するために授かった尊い力です。死は
決して恐ろしいものではありません。ですがこの世界で命を得た者は速やかに弔わねばならない。ムクロを放っておくとそこから白が生まれてしまうから。あなたは白にかかったものを見たことがありますか？まずは鍵のような兆しが出ます。それが徐々に獅子に広がってゆき、色が失われ始め、最後には崩れ去ります。どうやったらあの色になるの？それともまさか色が剥がれ落ちてもうすぐ死ぬ子？ですから、ムクロから生まれた白が聖者に広がらぬよう、こうするんです。
ヒムカ、お前だってまたあんないけすかない軍人に絡まれたくないだろ。それは確かに。それは幸運というか。そのバーヤさんは効果オツだったろ。有識の効をオツとこの読みでは基本的に弔いはしないんだよ。死んだらそのまま賞にして終わり。あんたの島ではどうしてなんだ。それなら確かによく眠れそうだ。ここにいたのか、弔い屋。日の絵通りのジジイが死んだから、すぐに来てくれ。はい。落ち込む必要はない。むしろあんたはここ数日で普通の奴らより詳しくなってるよ。上の奴らは黄泉のことを知ろうとしないし、その逆もまたしかり。自分とは無関係だと思ってるからじゃないかな。もしくは知ったところでどうにもならない。
だからあんたがいろいろ知ろうとするのは見ていて楽しいし、心強いよ。赤座や俺に近い人間なんだと感じる。良くないことかもしれない。人間の欲望には果てがないから。何かを知るだろう。そうなると現状に満足できなくなってくる。満足できないと新しいものや違ったものが欲しくなる、変えたくなる。だがこの天狗党の秩序を乱したり何かを変えようとすることは許されない。だから本当は何も知らない方が幸せかもな。まあ、あんたを困らせたくないからこれくらいにしとこう。さっきの説明に医者の俺から少し付け加えておこう。ヒムカは遺体から白が生まれると言ったが、実際はそれよりも突然発症する方がはるかに多いんだ。昨日まで健康に見えていたものが突然、何の前触れもなくおびただしい血を吐き、指先や顔に白いカビ状のものが浮かぶ。今のところ予防策はない。だから気をつけてくれとも言えないんだけど、少しでも異変があったらすぐに連絡。ヒムカってやつ、少し心配だな。あんなに細くてちゃんと飯食ってんのか。他人を弔う前に自分が病気になって倒れなきゃいいが。そうだな、それがいい。
男だろう。胸も腰もないし。もしかしてああいう綺麗な顔した中性的なのが好みだ？確かにな。悪人の気配はしなかったけど、まずは様子見か。産物でさ、覚醒遺伝ってのがあってな、何代か前に生がいると本人に青色がなくても罰の力が出たりする。黄泉は色が混ざりまくったやつが多いから珍しいことじゃない。ところで俺、すっかり長居したけど、元は飯食いに来た帰りなんだよ。あんたは？あら、行ってこい。俺は戻るから。またな。Thank you.
今日は黄泉で揉め事を起こしたそうだな。軍から使いが来た。軍側はお前の身を案じ、黄泉への立ち入りを禁止したいと。アマテラスとやらに呪い殺され、海の底に沈んだのではないか。私は天女党の者ではない。そのような神を敬おうとは思わぬ。名ばかりの無力な神だ。そのアマテラスとやらが何をしてくれた。むしろ私は感謝されて叱るべきだ。石化の祭、13年前、天女島の女たちが死に絶え、太陽が光を失った。だが残されたお前は幼く、一人では祈りを届けることができなかった。故に私が太陽を魂で燃やすための道を作り上げて助けた。この私がな。滅びだと言ったろ。何度同じことを言わせる。すでに策は講じた。何の不安が。自らでは役に立たぬという嘆きか。ならば黙って務めを果たせ。Thank you.
とにかく私にこれ以上迷惑をかけるな。娘でも白は残さねばならないからな。多少のわがままは多めに見るが、くれぐれも命だけは落とすな、オランピア。もし殺されそうになったら殺してしまえ。こんにちは。突然申し訳ありませんが、あなたの横はもう予約済みでしょうか？では、隣に座ってもよろしいですか？
僕はあなたと話したいのですよ、オランピア殿。ついに婿探しを始められたとか。どうなさいました？ご安心ください。僕は怪しいものではありません。ただ、もしお急ぎでしたら、日を改めます。ただあなたの婚姻のことで、お話を少々伺いたくて。どうかそう緊張なさらないでください。僕は決して。オランピア殿。アマテラスとやらに呪い殺され、海の底に沈んだのではないか。おや、どうした？具合でも悪いのかい？そうか、元気がいいね。そんなところだ。そういえば、私がいたところにも貝殻の遊びがあったな。ハマグリのような二枚貝はつがいの殻としかぴったりと合わない。だからたくさん並べて相手を見つけてやるのだ。一つである二つ、この島の言い伝えとも似ているね。そうだな。軍を武力とするならば、断りは知力というところだろう。色にまつわる情報の諸問題を解決し、冷静に判断を下す。我々の管理者であり、庇護者とも言える。彼らのおかげで私たちは楽ができるのだ。この島で最も尊いお方はヒルコ様だが、直接的な統治は行われていない。
次に偉いとされているのが私とドーマ、シュラなわけだが、三人で毎日犯人を捕まえに行くのは少々骨が折れる。罪を犯した者を逮捕するのがまず軍。そこで一度目の聞き取りがある。次に断りが、その調書に偽りがないか公平な目を持って念入りに確かめる。そういった記録の管理もまた情報を司る彼らの仕事の一つというわけだ。そして私たちによる審問が開かれ、最終判決となる。屋敷で書を読みふける日々が悪いとは言わぬ。だがこの世には自分で歩いて探すことでしか得られぬものもある。だろ？それは良い傾向だ。何かを知ろうとする心がある限り、人は先へ進んで行けるから。何かを知るだろう。そうなると現状に満足できなくなってくる。満足できないと新しいものや違ったものが欲しくなる、変えたくなる。だがこの天狗党の秩序を乱したり何かを変えようとすることは許されない。善にも悪にも変化を望む者にとっては善かもしれぬが、望まぬ者にとっては受け入れがたい悪かもしれぬ。だが水は流れゆくもの、同じ場に長くとどまればいつしか淀み、すべた匂いを放つようになる。私は変化を恐れぬものでありたいと願うのだ。そういえば、黄泉で時貞に会ったそうだね。あの子も私たちと同じまれびとであることは聞いたかい？年齢は関係ない。この海はあらゆる場所とつながっていて、さまざまなものを運んでくるらしいからな。彼もまた波に運ばれてきた我らの仲間。私たちは同じところから来たのだと思う。彼の名は知っていた。ただ
少しばかり住まいが離れていたのでね、会ったことはなかった。だからここで彼に会えて嬉しく思っている。これも何かの縁にしゆえだろう。この島には古いものと新しいものが混在している。私が暮らしていた世界よりも未来なのか、それとも過去なのか。最初は極楽浄土にたどり着いたのかとも思ったが、そなたたちは人間だ。私も所詮はただの人間だよ。神になど到底なれない。マンダラにも無数の世界が示されている。どの世界が偽りということではなく、全てが真実に違いない。一つの絵のようなものだ。描かれる目的もいろいろある。世界の仕組みや尊い教えを伝えるためであったり、平和への祈りであったり、というように。明日あたりに流れ着くかもしれぬ。そう、遥か遥か向こうに。島で育ったそなたなら分かっていると思うが、海は恐ろしいものだ。陸が見えなくなると大海原には自分しかいない。四方をどこに目を凝らしても誰も何もない。長い航海の間に食料は底をつき、病に倒れる者もいる。それでも漕ぎ出す者は何を夢見るのか。まだ見ぬ新天地か、それとも不堕落か。問題ないだろう。本物だろう。その瓶は日本の東京から流れ着いたのだ。
そうとも、世界はとても広いのだよ。天女島の遥か向こうに海の果てがある。そこには巨大な渦潮があり、私たちが越えることはできないが、この瓶は波に揉まれながらもこうして割れずにそなたの元までたどり着いたのだ。もちろんだとも、良きものを手にしたね。波は求めしものへ。この浜で何かを得た者はその所有者となる。なぜならば、波はその者が受け取るべきものを運んでくるから。あの方も葦の船で琴世から流れ着かれたそうだ。御簾の向こうだったがね。そんなにヒルコ様が信じられないかい？詳しいことはドーマに聞いてみたはどうだい？相変わらずかな。私もそう願っておくよ。